こんにちは。どこでもスカートで旅するチエルです。今回はスーパーホテルプレミア銀座に一泊してきました。スーパーホテルとは思えないウッディな外観、進撃の巨人とのコラボもやっているようです。それでは中に入りましょう。エコにも力を入れています。スーパーホテルプレミアはナチュラル、オーガニック、スマートをコンセプトにしています。フロントも薪のような素材になっていて面白いですね。それではお部屋に向かいます。今回は7階のお部屋です。はい、お部屋の方入りました。じゃあ早速ルームツアー行ってみよう。はい、本日のお部屋はこんな感じでございます。なんだかね、お部屋もナチュラルなテイストで落ち着きますね。で、私なんですけれども、こちらスーパーホテルのアンバサダーを務めさせていただいてまして、今回ね、お部屋をお任せしたところをこちらのちょっと広めのお部屋を用意していただきました。はい、じゃあまずベッドから見ていきましょう。お、ツインかと思ったけど、よく見たらダブルが一つとシングルが一つかな。普通のツインとはちょっと違いますね。3人ぐらい泊まれるお部屋なのかな。USB 2つとコンセント1つあるので枕元で充電可能ですし、反対側にもね、同じように USB 2つ、コンセント1つついております。で、ベッドの上にはタオルと、お風呂バッグ的なね、袋が置いてあります。ちなみにこんな感じで珪藻土という素材が使われていて、これはね、お部屋を優しく健康的に保ってくれるそうです。さらに目覚まし時計もあります。そしてベッドから反対側に大きなテレビもございます。こんな感じのテーブルと椅子もあるので、お食事とかもお部屋でしやすいと思います。空気清浄機もしっかり完備。で、このベッド脇の壁にね、全身鏡もございます。はい、今日のコーデはですね、スーパーホテルプレミア銀座のイメージに合うように、ね、ちょっとベージュでナチュラルな感じのコーデにしてみました。で、窓もね、こんな感じでちょっと大きめなので、開けて景色の方をチェックしてみましょうか。どうやって開けるんだっけな、これ。こうだっけ？こうだ。おお。はい、景色こんな感じ。まあ、周りの建物とかが結構見える感じですね。でも窓が大きいので、開けとくとかなり明るさはあります。はい、じゃあ次はね、こちらの棚を見ていきましょう。で、こちらにはタブレットが一つ。こんな感じでテレビとかエアコンとか、照明とかね、のリモコン機能もあるっぽいです。あとはね、ホテル案内とか、あ、これ混雑状況ですね。お風呂のね、混雑状況とか、ランドリーの混雑状況がこちらで確認できます。こちらペンとメモ帳ではない。なんだろうな。なんか可愛い。はい、そしてファブリーズ的なやつもあります。はい、そしてこちらミネラルウォーター。なんかこれもね、体にいいお水なんだって。で、この水はね、本来連泊で清掃をなしにした場合にいただけるお水だそうです。そして、これはね、ティーセットですね。マグカップ3つとお湯沸かすポットが1つございます。はい、で、その下が冷蔵庫、東芝製ですね。中身は空っぽです。これはティッシュ。はい、そしてこれなんですけど、鏡なんですよ。スーパーホテルさんはね、この大きな鏡が用意されてるのがめっちゃ助かるんですよね。これがあるとね、ほんとメイクしやすくて助かります。こちらはドライヤーですね。ドライヤーはパナソニックのイオニティでした。はい、そして一番下はゴミ箱です。ちゃんとね、分別できるようになっています。そして壁際にハンガー4つと、これは室内履き用スリッパですかね。こういう使い捨てのスリッパもございます。で、入り口のところはこんな感じで、ここはね、靴を脱いで上がる感じみたいですね。スリッパがね、3セットあるので、やはりトリプルルームなのかなって感じですね。はい、じゃあ次こちらですね。こちらはユニットタイプのトイレ兼バスルーム兼洗面所です。まあ、ホテルにね、よくあるタイプのコンパクトなタイプです。バスタブはね、結構小さめだけど、深さはしっかりあります。で、シャンプー、コンディショナー、ボディーソープもございます。ちなみにスーパーホテルさんすべてこちらオーガニックです。で、うがい用コップも3つ。アメニティはね、ロビーのところで選ぶ形になってるので、お部屋には置いてないです。シンクもね、結構小さめですね。ただ、ミランはね、結構しっかり大きさあります。お手洗いもすごい綺麗。この辺もね、ちゃんとしてます。じゃあ、水圧チェック、行ってみましょう。はい、こんな感じ。めちゃくちゃね、強くはないけど、弱くもないって感じです。ちなみにね、こちらお水も健康イオン水が出るので、飲むこともできます。
ちょっと喉も渇いたので、一回のね、ラウンジ行ってコーヒーいただいたり、まだね、アメニティもらってないので、ちょっと選んでこようかなと思います。こちらが1階のウェルカムラウンジです。カフェのようなおしゃれな雰囲気。ライブラリースペースもあって、おしゃれな本が飾ってあります。スーパーホテルプレミアでは、グリーンも多いイメージですね。レトロで可愛いトースターも置いてありました。そしてコーヒーも自由にいただけて、時間によってアイスとホットと分かれているみたいなんですが、この時間はアイスのようです。で、スタッフの方こだわりのコーヒーみたいです。そしてスーパーホテルプレミアといえば、豊富なアメニティも特徴です。一泊につき、歯ブラシ、カミソリ、お茶、さらに一人5点まで好きなものを選べて、フェイスパックだとか、入浴剤、ボディクリーム、スキンケア一式、メンズ用品も充実していて、ヘアワックスとかもありました。その他大体のものは網羅していると思います。あとは好きな硬さの枕を選べるのもスーパーホテルシリーズの特徴ですね。寝巻きはこちらは浴衣タイプでセルフで持っていきます。で、1階がねフロント沿いで、2階に大浴場とか自販機、ランドリー、電子レンジがあって、3階が女性用の大浴場ですね。で、2階から14階が客室となってます。お水や氷も使えます。はい、じゃあね、入れてきたコーヒーいただきます。あ、めっちゃ美味しい。すごいね、しっかりコーヒーのいい香りがするし、アイスコーヒーって珍しいよね。でね、私が選んできたアメニティは、まずね、歯ブラシとお茶はカウントされないので、まあ、こちらはね、とりあえずいただきました。とりあえず、ね、入浴剤と洗顔フォームね、結構使い捨てがあると便利なので、洗顔フォームと、これね、いいんだよね。ハンド&ボディクリーム。ボディクリームってね、もうちっちゃいのがないから、これは持ち歩いてないんですよ。これね、いつももらいます、スーパーホテル来ると。で、あとクレンジングと洗顔ジェル。で、これね、スーパーホテルさんのスキン系のアメニティって、オーガニックでね、香りが良かったり、使用感もすごくいいので、結構ね、こだわってるんだよねっていう方でも、割とね、満足いただけるんじゃないかなと思います。あとはね、ボディタオル。なんかね、本当は、こういうのとかパックとかね、スキンケア系でなんか攻めた方が、なんかお得かなっていうかね、そんな感じしちゃうんですけど、やっぱね、体洗うものが、こう、服用のタオルと別で欲しいので、これはね、いただきました。はい、というわけで浴衣に着替えました。すごい、普通に可愛いデザインの浴衣ですね。じゃあ早速ね、お風呂バッグを持って大浴場堪能してきます。こちらが女性の大浴場です。脱衣所にコットンと綿棒とオールインワンジェルも置いてありました。で、今回特別に大浴場も撮影許可いただいたので、今回はいつものように写真ではなく動画でお届けします。で、ここの特徴はなんといっても湯河原の天然温泉に入れることですね。なかなか銀座のホテルで天然温泉っていうのはレアなんじゃないでしょうか。ライティングとかも綺麗で癒されますし、外気浴とかはないんですが、窓の外はグリーンが飾ってあったりして景観も悪くないです。洗い場は5箇所、シャンプー、コンディショナー、ボディーソープ、クレンジングジェルも置いてありました。いいお湯でした。ふぅ、大浴場最高でした。もうね、温泉でポカポカしてちょっと眠たいんですけれども、スーパーホテルプレミア銀座ではですね、ウェルカムバーっていうのが開催されていまして、そちらではですね、17時半から20時までの間、オリジナルカクテルだとか、ワインとか、ソフトドリンクなどがね、自由にいただけるようになっております。で、持ち込みも可能なので、まず先にね、おつまみとか、なんか夕食もね、調達してこようかなと思います。で、その後、ウェルカムバー、満喫してこようかなと思います。じゃあ行ってきます。それでは買い出しに行ってきます。銀座なので何でもあります。今回はこちら、俺のグランドマーケットで買い出しします。いろいろ美味しそうなデリが売っていました。買い出し完了。で、ホテルに戻ったらウェルカムバー始まっていました。綺麗なシロップがあって、オリジナルカクテルが作れたり、ソフトドリンクも種類が充実しています。で、お酒はこんな感じのラインナップです。これはウォッカとピンクのシロップを割ってカクテルを作ってみました。買ってきたデリと一緒にいただきます。デリは唐揚げとチーズとトマトのジェノベーゼサラダ、そしてマッシュポテト。乾杯。
それにしても綺麗なピンクのカクテルができました。ではマッシュポテトからいただきます。これなんとトリュフ入りなので、トリュフのいい香りが鼻の中を通り抜けていきます。このお店の人気メニューランキング上位に入っていました。このカクテルはちょっと甘めなので、お料理とは合わないですね。続いて唐揚げ、衣がカリッカリに揚がっていて焦がし醤油の香りもして、すっごく私好みの唐揚げでした。このカクテルやっぱり料理に合わないので飲み干しまして、ハイボールを作ろうと思います。ピンクのシロップ残っちゃってますけど、この上に作っていきます。炭酸水もあるので割っていきます。唐揚げにはやっぱりハイボールですよね。さっぱり美味しい。じゃあサラダのモッツァレラチーズもいただきます。ジェノベーゼソースがしっかり絡んでいて美味しいです。トマトも甘くて、このサラダもかなり絶品でした。ウェルカムバー満喫しました。で、夕飯には少し足りなかったので、近くのたこ焼き屋さんで締めを買います。ついでに最寄りのローソンで買い出しも済ませました。はい、というわけでちょっと締めのたこ焼きいただきたいと思います。はい、ドリンクはオリオンビールにしました。乾杯。あー、やっぱね、夏はオリオンビール美味しいですね。で、見て、めっちゃ美味しそうじゃない？締めのたこ焼き。ネギ塩味にしたんだけど、私やっぱね、マヨどうしても欲しかったので、追加でね、マヨトッピングしました。めっちゃ美味しい。からの？あー！最高！たこ焼きとビールってね、やっぱ夏って感じするよね。しかもなんか浴衣着てるから縁日みたい。このたこ焼き屋さんね、ホテルから徒歩4分くらいかな、結構近いところにあって、割とね、8時でも買えたんで遅くまでやってるっぽいんですけど、すごい美味しいから、ぜひね、このホテル泊まるとき、テイクアウト迷われたらおすすめかも。美味しい。しかもネギがほんとたっぷり。いいね。あ、でも私最近ね、ちょっとゆっくり食べる習慣を心がけようって気をつけてるので、ちょっとあとはね、テレビでも見ながらゆっくりいただこうかと思います。はい、朗報です。朗報ですっていうか、まあ個人的な朗報なんですけど、このホテル、YouTube も見れますね。こうリモコンがね、最近のNetflix とか YouTube で書いてあるやつじゃなかったから、見えないかなと思ったんですけど、ちゃんと見えました。これがあるとね、本当に暇つぶしがはかどるんですよね。まああとね、ミラーリングとかもできるし、VOD もこちらで見れます。あー、お腹いっぱい。あー、ちょっと寝よう。ちょっと寝てた。再びお風呂行ってきます。さっぱりした。はい、晩酌タイム。今日のね、晩酌はこちら、こだわりレモンサワー。乾杯。あー、ふぅ、温泉の後の一杯最高。おつまみはこちら、ローソンで買ったポップコーンなんだけど、なんかね、トリュフ味なんだって。美味しそうだよね。今日マッシュポテトもトリュフ味だったけど、私トリュフ味好きなんですよ。ちょっとトリュフの匂いするか。そんなにね、強烈にガツンとくるトリュフ臭ではなかった。食べるとトリュフの香りちょっとする。なんでも塩分ほどよくて美味しい。そんでね、Wi-Fi チェックしてなかったなと思って、Wi-Fi チェックをしちゃいたいと思いまーす。はい、こんな感じなので、結構早いです。はい、じゃあ今日はね、久しぶりに質問タイム行きたいと思います。いくつかね、いただいた質問をメモってあったので、そちらをお答えします。
まず更新は週1ですか？そうですね、だいたい週1だけど、月にね6本ぐらいを一応目標にしてるので、週2更新する週もたまにあるっていう感じですね。もっと本数増やせたらいいんですけど、やっぱね編集が結構時間かかっちゃうので、もうこれがちょっと限界かなと思います。YouTube 始めたきっかけは何ですか？これはですね、私旅がもともとすごいやっぱ好きなので、旅系 YouTuber の方々も結構見てて、それでなんか自分のした旅行がこうやってね YouTube という形でしっかりね記録に残っていくのっていいなと思ったのがきっかけです。それプラスこう旅系 YouTuber という形でね、旅が仕事になったらいいなっていうのもあります。コラボしてみたい YouTuber はいますか？そうですね、好きな YouTuber さんはたくさんいるんですけど、私ね結構コミュ障なので、あんまりコラボしてみたいっていうのがないんですよね。逆にね緊張してあんまり話せなさそうだから、コラボはあまりないですね、願望は。最後、おすすめの旅の場所。じゃあまず国内だったら、おすすめか、でもおすすめって難しいな。場所って地域の話かな。まあ今までね国内で行って楽しく、どこも楽しいからな。好きなのは北海道、京都、軽井沢。海外だと私はでもハワイを本当に愛してやまないので、ハワイでしょ。あとパリ、パリもすごい好きでした。と北欧、北欧でもオーロラを見に行ったから結構田舎の方に行って、あんまりねやることなかったんですよ。なんかそれが逆にねすごい良くて、こう雪国の中ね焚き火に当たってずっとオーロラを待ったりとか、それがすごいね楽しかったです。はい、そんな感じですかね。今回もたくさん質問ありがとうございました。またね質問あったらぜひコメント欄で書いていただければなと思います。そしてね質問だけじゃなくて温かいコメントもいつもありがとうございます。はい、今日も歯ブラシがでかい。まだこれでかくないかな、私がちっちゃめ好きなだけで平均サイズかもしれない。結構ね固めのしっかりした歯ブラシです。ちなみに私浴衣で寝れない人なので、ちょっとねこう部屋着的なやつ持ってきました。ネギってでもなんか T シャツワンピみたいな感じだから、明日ねこのままこれ着て帰ってもいいかなと思ってます。はい、じゃあ行きまーす。1、お、これはぴったり 1.5 ロールでーす。よし、寝まーす。じゃあ、おやすみなさい。ピッ、ピッ、ピッ。あ。おやすみー。おはようございます。朝風呂行ってきまーす。じゃあメイクして朝ごはん行ってきます。なんかやっぱりこの大きいミラーがあるのがだいぶ助かりますね。窓開けるとねかなり自然光入ってくるし、メイクめっちゃしやすい。はい、準備完了、朝ごはん行ってきます。スーパーホテルプレミア銀座の朝食は珍しくビュッフェスタイルではなくセットメニューです。グリーンスプーンのスープまたはスムージー、さらに銀座月と花のジャムパンも好きな味が選べます。で、朝食は6時半から9時の間、ここで食べてもいいんですが、私は部屋にテイクアウトします。サラダだけはセルフで取ります。オリジナルドレッシングの種類も豊富です。カリカリベーコンやクルトンも用意されていました。ドリンクはコーヒー、オレンジジュース、牛乳がありました。こんな感じで袋に入れていただいたのでお部屋に持って帰ります。はい、朝ごはん持ってきました。こんな感じで自分で取ったサラダとスープとパンが入ってます。よし、ご飯にしよう。スープホテルはね野菜も新鮮で美味しいんですよ。で、スープは温野菜たっぷりのビスクポタージュを選びました。ジャムパンはね迷ったけどやっぱ王道のいちごジャムにした。ここがなんか可愛いよね、蓋がドエベミがある。いただきます。じゃあいつも通りベジファーストでサラダから。うん、やっぱスーパーホテルのサラダは美味しい。結構ねホテルによって野菜しなしなのところも多いけど、ここはねちゃんとシャキシャキしてるの。うん、
ドレッシングの種類が多いのもいいですよね。私はイタリアンドレッシングにしました。じゃあこの可愛らしいスープもいただきます。うん、美味しい。めっちゃエビのいい香り。なんかね、これ割り方も選べて、牛乳と水と豆乳から選べたんですけど、私は豆乳にしました。うん、野菜もね、ゴロゴロ入ってて、すごい食べ応えある。あ、これめっちゃ好きだわ。なんかね、調べたらね、このスープね、ネットでも買えるっぽいんだけど、家に欲しい。じゃあ噂のジャムパンいただきましょうか。なんかね、有名なお店のやつで2時間で完売するらしいですよ。2時間で完売とかのやつね、私あんまりね、朝一並んで買いに行こうって普段やんないので、こういうところでね、試せるっていうのはかなり嬉しいですね。いただきます。うん、まだジャムにたどり着いてない。パン生地がね、なんかもちもち弾力あって美味しい。こんな感じでジャムが入ってる。いちごとマンゴーとキウイ、キウイ&パッションフルーツってやつだったかな、から選べて、まあマンゴーとめっちゃ迷ったんだけど、王道のいちご味にしました。なんかね、この間テレビでもね、取り上げられたジャムパンらしい。うん、確かにジャム美味しい。なんかね、いちごのつぶつぶ感とかもすごいあるし、こうなんか甘くしすぎたいちごジャムっていうよりは、いちごそのままの味を生かしたジャムって感じ。うん、美味しい。今のはね、コーヒーにした。コーヒー入れるカップもね、めっちゃ可愛いの。スーパーホテルプレミアシリーズのこういう感じ好きなんだよね。ナチュラルオーガニックスマート。なんかこのスーパーホテルプレミア泊まると、いつもね、ちょっとなんか健康に気遣おうかなって気持ちになる。あー、美味しい。ごちそうさまでした。はい、じゃあね、そろそろチェックアウトの11時ってことで、今回もね、宿泊した感想をまとめていきたいと思います。やっぱりね、スーパーホテルって黄色と青のロゴで、お部屋もね、どこで泊まっても同じ感じの安定したビジネスホテルっていうね、イメージの方が多いかと思うんですけど、やっぱりね、このスーパーホテルプレミアシリーズは一味違って、こうね、ナチュラルオーガニックスマートっていうコンセプトのもとね、ちょっとおしゃれな感じでしたね。特に私、スーパーホテルプレミアシリーズは秋葉原、東京駅、そして今回の銀座とね、3店舗目の宿泊だったんですけど、銀座が一番ね、女性におすすめしたい感じかもしれないです。なんか朝食がカフェメニューだったり、ナチュラルな雰囲気とかもね、すごい女性受け良さそうだなと思いました。まあもちろんね、立地もいいですし、お風呂も気持ちいいですし、落ち着く空間なのでね、ビジネスの方にもおすすめです。で、今回なんですけど、この動画を見て宿泊してくださった方に、はい、こちらのね、あずま袋プレゼントしていただけることになりました。かなりね、特典があるそうなので、ちょっとね、いつまでやってるかわからないんですけど、こんな感じの可愛い和風の袋ですね。お風呂とか行くときにね、いろいろ入れて持っていくのにちょうど良さそうです。なのでね、ぜひお泊まりの際は、ちょっと恥ずかしいと思うんですけど、スカートで旅するチール見ましたってフロントの方にお伝えください。最後まで見ていただいてありがとうございました。よかったら高評価押してくださると嬉しいです。で、このチャンネルではこういったホテルレビューや旅の動画をたくさん投稿してますので、よかったらチャンネル登録してまた見てください。では